お客さんにとって意味があるとか価値があるものっていうのが選ばれます。形にできないアイデアはね、自己満足になっちゃうんですね。どんなに美しいデザインでも売れなきゃ意味ないです。仕事をもらう相手は絶対にこれを考えてます。じゃないとデザインにお金を払う人はいないです。アートディレクターの仕事って、まあ、誰かが見たいみたいなものを作る仕事だなと思ってるんですけど、なんだろう、あ、なるほど、あ、分かった、あ、何これ面白いじゃん、好き、こんなことをいつも目指しながら私はデザインをしています。アートディレクションってコミュニケーションを取るために必要な様々な表現を組み合わせて、それをこうディレクションする。基本的に僕はもうデザインっていう考え方っていうのはもう共通言語になった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。アートディレクターっていうのは言葉を平たく言うと僕の中でもビジュアルの総監督。デザインっていう言葉が今より良くするっていうことなんですね。メディアを越境してアートディレクションをしていくことしか、なんか僕ら生き残る道ないよね。広告だけにとらわれず、いろいろなところにそのクリエイティビティってものを入れていくように。僕が今この考え方があったからここまで来れたっていうことをお話ししたいと思います。